か、ゴーフォアハブレスパウリーです。イエーイ、始めましたよ。はい、最近夏バテ気味、たくみです。はい、天空から舞い降りた天使まじきです。はい、ゴーフォアショタジジイ三村安寿です。はい、焼き鳥は塩派井塚優です。元ポリスゆきとです。イエーイ。というわけで、今回は僕たちの演技力が試されるゲームをやります。ズバリはいっていうゲームやってみよう。聞いたことある、ね、いや軽くはね、聞いたことある、やったことある人は、はい、あ、僕らだけど、俺中学の時のあだ名ハーっていうゲーム山たくみだった。珍しい。それ絶対考えたでしょ。これ前回から、前回からですよ。前回からですよ。毎回恒例をしていこうかなと思って。まあ、一応簡易的にね、ルールを説明していきます。お願いします。はい、お題の一言を声と表情だけで表現します。今から言うハーは関心のハーなのか驚きのハーなのかをみんなで当てるゲームです。はい、というわけでアクトカードとお題カードを使います。まず、はい、でお題カードから1枚こうやってプンって取ります。ほんでここにお題が書いてあるんですよ。何ですか？こんな感じで、こんな感じね。で今回の場合は君が好きだ。あ、そういうのもあるんだ。はい、そう、いろんな種類、ここのお題のね、この内容はいろんな種類があります。で、このアクトカードっていうのはこんな風にあの A から H 振ってあるんですよ。で、これをみんなにじゃあ一回聞いてもらおう。でん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 、これ見せちゃいけない、見せちゃいけない。で、ご自身であの何番かなとか一回見てもらって、はいはい、で、やってくみたいな。あれ、ね、やってみよう。はい、じゃあ君が好きだ、君は、まあ、慣れてる匠がいい。そうだね、はい、君が好きだ、君が好き、君が好きだ。それでは、匠の君が好きだ、どうぞ。君が好きだ、俺も好きだ。違う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 全部持ってくる。待って、ごめん、全部飛んだ。匠が強くない？待って、よくない？全部飛んだんだけど。ねえ、もう、ねえ違う、いい加減にしろ。感情化さ、うん、そうね、思わずね、響いちゃった、響いちゃったね。え、分かった俺の。分かった。ああ、え、何？これしかないんだよ。え、こっちに A のグッとくる君が好きだった。俺めっちゃ E だと思う。僕もいい。いや、僕もいい。気持ちいい、褒めすぎの E だった。あのね、俺ね、多分 E だと思う。ああ。じゃあ正論でやってみよう。え、正論。お試しだもん。優しさ、優しさ、ありがとう。これお試しだから E だね。じゃあよろしいですか皆さん。はい、よろしいですか。OK。それでは参りましょう。いいよ。では、今回の君が好きだ、せーの、いい。あー、すごい、イエーイてな感じで、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、じゃあまずお題カードからいこうか。はい、せっかくなんでまちゃきさん、あ、いいんですか、ちょっとみんなに見せてあげてください。はい、じゃあ、いいのとかセリフ結構大事だよね。お題はこちら、じゃん、ドン、お、パオー。何、パオーって何？頑張るぞー。早くやりたい。早くそうやらせてよ。はい、行きましょう。じゃあ、ジャンケンでいくね。いや、もうやりたいって言ってるよ。マジでやりたいよ。いやいや、だって早くやりたいもん。そうだな、順番を決めるなんてそんなな、ちょっとラチの開かないことしてたからだもん。ユホのパオーまで3、2、1、パオーン。むずー、難しかった、難しかった。じゃあ次のゾウ行くか。タイといえばゾウ、ゾウといえばこの方。はい、行きますよ。はい、3、2、1、スタート。パオーン。あれ、めっちゃ分かりやすくない？ちょっとかわいい、かわいい。これ、あー、分かる分かる、まあ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 、こんな感じね。え、優秀だよ。じゃあ次俺行こうかな。あ、じゃあ、いいや、タッチャンのゾウまで、パオーンまで。はい、3、2、1、パオーン。かわいい、めっちゃいい、今年めっちゃいい、今年一番元気。ちょっと待って、今年このみんなのハート、あー、みんな笑顔歌っちゃった。一番元気、最近の歌って、あー、かわいいね。
のは僕なんですね。青を選んだのは僕なんですね。青を責任者。責任者。責任者。じゃあ、ハンジ君のパオまで。3、2、1。うん。え、結構いい。え、でも分かりやすいよ。ね。ないけど。あら。あ、でも。ちょっと。これさ、似たやつがさ、前に出てたらさ、どう演じ分けるかって結構ポイントじゃない？確かに、確かに。そことの差別が分かる。今のところ、ゆことたくみとか結構似てるもんね、ジャンルで言うと。そう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 。じゃあ、まちゃきのパオまで。3、2、1。ああ。ああ。なんか可愛いね。可愛いけど、美味しいよ。ゆこから当ててきますか？そうだね。当たりそうなやつから当ててみますか？これ勇ましいね、なんか結構勇ましいだと思うよね。そう、僕勇ましい確定いいかね。ユホの像は F だと思います。正解は F です。イエーイ。ナイスパオン、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 ナイスパオン。かわいい。これ簡単だったでしょ。ゾウになる。これいいね、わかりやすい。え、だって当たったらそうになる。正解したらこれ踊れる。え、ずるちゃう。でも正解しなかったら絶対踊れないから。いや、ダメだ。絶対当ててこない。じゃあみんな当てよ。マジで踊りたい。ちょっとずるい、ずるい。踊りたいよ、マジで踊りたい。パオしたい、パオ。先に匠当ててもらって。あ、そう、匠当てよ。でも僕ね、タクちゃんなんとなく分かったよ。なんとなく分かった。え、元気な像だ。それわかる。ね、ね、ね、元気か。多分ね、めちゃめちゃ元気だ。元気か、小僧じゃない。ね、どっちか。小僧ないか。もうなしはなかった。そうか、元気か。元気か。元気にかけてみよう。かけてみようよ。かけてみようね。たくみの像は、せーの、 C。 正解は C。 イエーイ。なんかね、朗らかな感じがしたから、僕の予想は多分優しいのかな。優しい、ゆきと。眠たい、もしかして。眠たい。眠たい。眠たいで死にそうじゃない。いや、違うから。俺ね、眠たいだと思う、アンジュ。いや、僕もね、アンジュ君。アンジュ君眠たい。で、マッチャが小僧。あ、小僧ありそう。むずい。じゃあ、俺からこう…あ、うん、行こうか。じゃあ、どう逆に4人だから、ゆきとは…あれ優しい、優しい、優しい。 D! D! その像は D! D です。おーパオ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 。やった、やった、やった。俺は多分眠たいだと思う。アンジ君が眠たいか。アンジ君眠たい。H、うん、で、マチャは、マチャはね、笑顔だからちょっと。え、じゃあね、小僧、小僧、なんか、パオンって。うん、あー。じゃあ、アンジ君が H、マチャ君が、小僧の A かなー。いやー、アンジ君死にそう。やっぱりするな。よろしいですか。そう、行こう、行こう。一緒に行きますか。一緒に行きますか。マチャが A の小僧。はい。はい。アンジュが H の眠たい像。はい、はい、正解は A。 おお、僕は D。 イエーイ。ほら、やっぱ死にそうだ、死にそうだ、そうだよ。え、ってことはマチョ君だけだ。パオ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 。じゃあやろう。やりたい。正解してないからやらせてもらえない。じゃあ死にそうなゾンデかわいい。ダメやろ、このパオンパオンは正解した人しかやらせてもらえないの。アンジュ、残念。ということで、じゃあノーパオンということで、4パオンだったね。4パオンにした。なんのゲームだよ。というわけで、第2戦。よいしょ。はい、じゃあ配るじゃねえよ、お題
カード誰が引きたい？じゃあ失敗したね。ちなみになんですけど、僕が失敗したわけじゃないんですけど多分、僕が失敗したわけじゃないですけど、ね、じゃあでもアンジュ君にもらおう。はい、アンジュ君にもらおう。俺はこれを選ぶぜ。ドロー！はい。お母さん。いいじゃん。お母さん。お母さん。また面白い話題で。もうねー、なんか告白とかあるもんじゃないのか。ボーイズアイドルグループのやつってさ。次は誰から行く？逆順番で。あ、じゃあ失敗したも失敗したことから行こうか。あ、逆にね。そうだね。一番最初の。そうそう。最後の難しい。行きますか。はい。じゃあ、アンジュ君のお母様で3、2、1、出す。お母さん。おお。あ、でも俺分かったかも。はいはいはい、あーね、はい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 、たらー、つかまれー。そうだね、今のマチャキのお母様で3、2、1。お母さん。おー、めっちゃ良くない？ちょっと待って、これめっちゃ分かりやすくない？だったな。それでは、たくみのお母さんまで3、2、1。お母さん。わあ、これいいぞ、どんどん行こう、ゆきと。面白い。行きますよ。ゆきとのお母さんまで3、2、1。お母さん。え、あ、うわ、うわ、え、え、なんだ、え、待って、これ、え、え、ちょっとこことここ結ばれてきたぞ。なんかいろんな捉え方できるな、今。UFO 見てからかな。そうだね、こういうのは UFO 見てから。でも難しいな。いけますか？難しいな。いきます。はい、それでは UFO のお母さんまで3、2、1。お母さん。分かった、分かった、分かった、分かったよ。これ結構分かった。待って、かぶった。いや、かぶるとかないでしょ。待って、分かりやすかったのやついこう。はい、で僕は多分あのタクちゃんのやつは、うん、電話のやつだと。あ、俺もそう。そう、絶対そう。まずここから行こうよ。多分ね、すごいね。電話も大事です。あの、タクミと電話する時のタクミのポーズだと思います。これお母さんとは言われてないですよ。あの、じゃあ、あ、もしもし、ゆきと。ゆうのテンションでは、タクミのお母さんは、せーの、エイシー。正解は、エイシおねだり。そう、ここが甘えてかおねだりだと思ってる。ゆきとかまちゃん、ニュアンスね。甘えておねだりかなって。自分もおねだりかなって。じゃあおねだりでいこう。おねだりでいって甘えてでいく。じゃあ行きましょう。まちゃきは F、 ゆきとが C でお願いします。せーの、じゃん。おお、正解です。問題はちょっとなんかいろいろあって忘れちゃった2人だけど。おかわりする？うん、おかわりして。じゃあやろう、やろうか。僕から行きましょうか。それじゃあ僕のお母さん。お母さん。よ、お母さん。でもニュアンスそっちなんだよね。一番最初は俺アンジュ君が失敗だと思った。一番最初、1回目やった時、2回目やった時に、うん、これふるさともあるなって思って、ちょっと哀愁漂ってたよね。哀愁が漂ってたよ、ちょっと。そう、ね、失敗とインスピレーションでいこうか、ね、アンジュ君が失敗、ヨウ君がふるさと。だからヨウ君 A、 アンジュ君が D、僕が D、 C、 D、 E、 A、 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 せーの、ドン！僕が A！ はい、B！ え？待って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 。はい、僕がふるさとの母を思ってお母さん、UFO は先生を呼び間違えてお母さんでした。全然違うじゃん！ちゃんと聞いてればわかる。
あれ、お母さん B って間違えた感じを出したと思ってた。多分先生って気づくのはお母さんってちゃんと言った後だから。言っちゃった。そう、それまではちゃんと普通にお母さんで一回言わないといけないです。ああ。勉強になっちゃった。はい、というわけでこの動画が勉強になったなっていう方はチャンネル登録、高評価ボタンお願いします。動画の切り抜きもよかったらお願いします。全然動画の切り抜きがないからぜひ作ってね。というわけで以上、僕たちが合法